はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。第3次スーパーロボット対戦 Z 煉獄編、それでは第8話ですね、進んでいきたいと思います。ターミナルベース。なあクラビア。何です、クロウさん。お前はどうしてスフィアに興味があるんだ。だって素敵じゃないですか。素敵？すべての地表を制御する次元力、その次元力を引き出す機関であるスフィア。つまりスフィアを使いこなすことができればすべてが思うままってことじゃないですか。ほほう。ではサイデリアルがレイラインで地球の次元力を引き出しているのも、その無尽蔵のエネルギーを次元転移法のような兵器に利用するだけでなく、究極的には事象の制御を目的としているんだと思います。なんといっても恒星のエネルギーでもある次元力を引き出すのにこの星は最適な位置にありますから。だからって下手なことをすれば地球そのものがぶっ壊れちまうぜ。それにそのエネルギーを兵器に転用するといっても、所詮は銀河辺境の星、銀河中心部での覇権争いにこの星の力を使うのはどうにも非効率に思えますがね。なんだよ銀河中心部の覇権争いってのは。おや、ご存じない。まあ辺境に住まう皆さんでは仕方ない話ですがね。悪かったな、宇宙の田舎者でよ。いやいや、田舎者で大ぐらいで汗臭くて、おまけに足も臭くてもいいじゃないですか。ちょっと待て、それは地球人の特徴じゃなくてランドの特徴だろうが。私ブーツのデオドラントには気を使ってます。そうだな、節子はいつもいい匂いがする。そうなの？ありがとうオリオン。それでありがとうっていうのもどうかな。では私めもそのいい香りのご相伴に。あはは、これは無理そうですね。でおっさん、その銀河中心の覇権争いってやつの続きを聞かせてくれよ。まあ私もいわゆる田舎者なのでよくは知らないんですが、銀河の中心部の方は様々な星系の人間たちが覇権をめぐって争いを繰り返しているそうなんです。覇権って領土争いみたいなもんか。銀河は広いですからね。支配領域の争いではそこまでシビアなことにはならないと思いますが、ただこの戦いは何百年単位で続いているものもあり、いろいろと複雑な背景を背負っているようです。というわけなんで、サイデリアルの本体も銀河中心で活動しています。自称田舎者の割にはよく知ってるな。こう見えても私元は研究のなんていうのこれ端くれでしてねみたいな感じで。ほのかだが確かにインテリの香りが漂う。はは、昔の話ですがね。銀河も戦いに満ちている。ご苦労なこったぜ。俺は田舎者でいいから地球でのんきに暮らす方が性に合う。またまたあんな通り名を持つランドさんが。クラビア、お前も地球以外の星から来たんだろう。ええ、ナイスフォローですクロウさん。どうだいクラビア、辺境かもしれないが地球も悪くない星だろう。ええ、ここには銀河の多くの星で失われたものが残されていますから。はい、それこそがこの星の宝だとも私も思っています。その失われたものとは。人間らしさです。他の星はそういうのが失われているのか。うまく説明はできませんが、様々な感情や生きる力、生命力、そういったものがこの星に比べると弱く感じます。例えば他の多くの星はサイデリアの侵攻に対してもっとあっさりと降伏してその支配を受け入れました。この星のようにレジスタンスが抵抗を続けるのは珍しいケースなんですよ。そういうもんか。この星にスフィアが集まるのもそれが原因だと私は考えています。確かにスフィアは人間の心や感情の動きに反応しているようだけれど、先ほどサルディアスさんは銀河の覇権争いに地球の次元力を使うのは非効率的とおっしゃっていましたが、場所を選ばずに次元力を引き出せるスフィアならばそういった問題も解消されます。どういうことだ。この地球で抽出した次元力をスフィアの力で自由自在に引き出すこともきっと可能だと思います。地球の次元力を引き出すシステムの構築、それがサイデリアルがスフィアを求める理由。しかしすでに俺やセツコやランドのデータまで揃っていたとは驚きだぜ。だがよ、どうやって連中は俺たちのことを知ったんだ。そこまでは私もわかりません。なあランド。なんだ。俺たち初めて会った時からお互いになんとなくリアクターだってわかったよな。そういえば私も同じです。
うまく説明はできませんが、なんとなく通じるものがあって。そのことなんだが、俺は前の戦いで2人のリアクターと戦った。偽りの黒羊のアイム・ライ・アザードと言えない尽きぬ水亀ユーサー・インサラームですね。俺がリアクターに覚醒する前からアイムは俺の存在をマークしていた。同時に俺はユーサーが覚醒する前から奴に何かを感じていた。覚醒の度合いが進んだリアクターはまだ覚醒していないリアクターを感知できるって言いたいのか。その通りだ。じゃあサイデリアルが俺たちの存在を感づいたってことは、サイデリアルにもすでにリアクターがいる。スフィアの存在を知ってて研究チームを持っているぐらいだからな。当然実物も一つぐらいは持っているんだろうさ。どうなんですクラビアさん。私は知りませんが、クローさんの推理は正しいと思います。サイデリアルのリアクター、そしてそいつは俺たち以上にスフィアの力を使いこなす存在かもしれない。他のリアクターを感知する上位のリアクター、もしかしたらアドベントが私たちを見つけられたのは。警戒警報、皆さん出撃の準備を。敵かブルー。はい、警戒に当たっていたレジスタンスの皆さんが追撃に向かっていますが、念のため皆さんも出撃の準備をしてください。あちゃー、早速基地を奪い返しに来たようですね。でもこちらのレーダーでも確認しましたけど、敵は1機だけみたいですよ。何これは。どうしたんです皆さん。まずいぜブルー、もしかするととてつもなくやばいことになるかもしれねえ。え、この基地に向かってくるやつ、それはきっと、マジでそんな強いやつなの。第8話なんとかのなんとかなんて読むんだよ、全く読めない。せっかく手に入れた基地だ、絶対に守ってみせるよ。ここには周辺のレジスタンスグループが集結しているんだ。何が来たって負けるものかよ。来るぞ、各機警戒を怠るな。でかいぞ、なんてサイズだ。それにあの不気味な雰囲気。だが相手は一機だ、出鼻をくじくぞ。第一部隊は前に出ろ。お、ちょっと戻れお前ら。遅いな。取り付け、ガイエ。うわあ。一撃で。交代してください皆さん。ここは私たちが何とかします。しかし、つまんねえ意地を張ってる場合かよ。死にたくねえなら逃げろ。基地に残っているやつもだ。できるだけ遠くに逃げろ。今すぐに。はい。力を悟ったか。さすがは同類だな。お前、察しの通りだ。俺の名はシク。沈黙の巨海のスフィアリアクターだ。沈黙の巨海。やっぱりサイデリアルもそのスフィアってやつを持ってたんですね。この感覚、分かりたくないことまで分かっちまった。こいつ俺たちよりもはるかに強い。君が沈黙の巨海のリアクターか。そしてサイデリアルの一員でもあるんだね。そういうことだ。単刀直入に言おう。私はサイデリアルを打倒するためにスフィアの力を求めている。君の力も貸してもらえないか。つまらん冗談だな。君とて本心からサイデリアルに忠誠を誓っているわけでもあるまい。俺は依頼を遂行するだけだ。来る。お前たちはまずこいつらと戦ってもらう。部下に任せて自分は高みの見物とはね、とんだ大物だよ。オリオン君、あまり挑発めいたことを言うのはやめた方が。おっさんの言う通りだ。あいつの凄みははったりじゃねえ。どうしますアドベント。交代するにしてもレジスタンスたちを逃がすためには時間を稼がなければならない。そんな、せっかく手に入れた基地を放棄するんですか。命を放棄したいってんなら意地を張り通しな。クロさん、クラビア、お前の求めるスフィアがどれだけ恐ろしいか嫌でも知ることになるぜ。だがやるしかねえぜ。みんなが逃げ切るまで俺たちが壁になる。
く方法を私もレジスタンスの皆さんと逃げてればよかったです。やれるオリオン、余計な心配はいらない。それにああいうやつは生理的に好きじゃない。殺せるのなら僕の手で殺してやりたい。カッキ無理はするな、5分間だけ戦線を維持するぞ。その5分死力を尽くして抵抗しろ。おお、9999じゃなくて99999か。あーきついな、これ多分きついぞ。できれば基地の中でのさばってたいけど。レイラインヒットポイントは回復しないのか。いやー待ち伏せようかな、どうしようかな。とりあえずアドベントを前に出して、そうだな、おっとっと、援護フォーメーションは作りたいけど届かない。おお、かした。81% か、結構食らうな。ってか死ぬぞこれ。巨海のリアクターを狙っている暇はない。とりあえずこいつを中心にして、しょうがない、周囲に入ろう。でアドベントはどうしようかな、こいつにして集中をかけとこう。でこいつも集中をかけて、センターでこの赤いやつを先に倒しとこう。よし、でこいつはクラッチで 33% か、集中かけよう。全然当たらない、硬い。先端は少し下げとこう。よし、もうこれでしのぐしかない。ダンボールとかどれだけ硬いかだな。もう結構食らうな、2発食らうと。遠くから狙ってくるな。硬い、そして。うおお、めっちゃ食らう。こいつはちょっと修理に入るしかないな。で、戦艦4700。あとはこいつもなんとかリベレーターで、倒せなさそう。どうする、いやこれでいくか。食らった、2000。結構食らいますね、やっぱり。センター倒せないの。どうだ、結構減ってるな、みんな。
当たるなよ。 27% よし、戦艦狙ってきた。グリーンアースはね弱いんだって言ったから。28% よし、かわした。硬い。少し前に出ないと射程が足りないか。おお、来たー。こいつ来るのかよ。今が4ターン目か。そうだな、組むか。フォーメーションをもうヒットポイントに減ってるやつ。アドベントにして、オーケーオーケー。お、フライトモジュール。こいつは CP5 が2から3か。ってことはここに置いとかないとダメだな。イーグルショットで大丈夫だな。断面系はここでいいか。一応回復をさせよう。ちょっと待って、こいつ1から2しかねえな。フォーメーションちょっとしくじったかな。ここに置いとこう。修理で、こいつはアクティブカノンで叩いとくか。ポイントいくつあるんだこいつ。どうしよう。1コンボ1をつけてから攻撃したいからな。食らったし、反撃しとこう。死なないよな。死ぬか。 ACP5 死なないことを祈る。スピアの共鳴だけじゃねえ、俺の勘がこいつのヤバさを伝えてきやがる。だがそれでも向かってくる揺れる天秤の坂か。気に入らないな。の務めか。絶陰あゴー極小。落ちるなよ。どうせなら落ちた。来たや。もう持たねえ。ちょっとこれはこれはちょっとやり直します。マジか、落ちるか。お、ターゲットが変わった。やったー。よろしければなんですが、私だけでも見逃していただけません？向かってきた相手を殲滅することも俺の依頼に入っている。よー、かわした。オッケーオッケー。じゃあセーブして。とりあえずこいつを倒して、コンボレベルを1にして、腹痛直感、直感分析使おう。で、マキシマムブレイク。
こいつは OK で、援護設定は出て帰るんだけど ACP5 よし行くぜ。随分と身の少ないカニだが頭から食らってやるぜ。肉を切らせて骨を断つ傷だらけの姿勢らしい戦法だ。一瞬でも気を抜くとあの先に飲み込まれる。最大出力の攻撃ならばヘッド。いやこんな弱そうな機体でよく立ち向かうな。直撃させてみせる。うお、ちょっとしか減らねえ。人様の星に土足で入り込んできやがったよ。どうだよ。見せてやるぜビーター殺法。こんなネジでさ無理だよ。見込み違い奪え、飛行士。おお、この傷を治すのもタダじゃねえんだぞ。分析使ってもこれだもんな。直感と直感。マキシマムブレイク、ACP5。これはプラズマサーベルしかない。弱っ。これは OKOK。 あの人を見ていると心が死んでいく。いやこれでよくプラズマサーベルで切りかかろうとするよな。動きの踏ん張ったパターンだ。円の動きで追い込む。目は真ん中をぶち抜く。こともなし。こいつは俺のお箱なのさ。3200。奪え飛行士。無理じゃね。普通に靴直感とマキシマムブレイク。こいつらがな弱すぎるんだよな。スカンブルエッジ。あその方やっちったよ。スフィア。あ絶対か。こいつパワー自慢の機体なんですよ。残念、ここまで来たらもう逃げられません。お、強い。光が消える。お、援護攻撃で意外にパワー低かったのか。ほう、それなりのダメージを与えたのに。そうか。ち、まだ余裕の態度は崩さないか。それは俺の責任ではあるまい。クソ、その澄ました面を歪ませてやるぜ。期待する。え？戦闘は続くわけ。とりあえずセーブをしとこう。こまめに。まあ倒すのは無理ですからね。防御。こうして 94% あったよな。まだ抵抗を続けるか。くっ、気に入らないんだよその上から見下ろす態度か。オリオン将軍でな。え、エネルギーが溢れ出ている。これがスフィアの力ってやつですか。その程度は
その片鱗に過ぎない。そんな、カッキー交代だ。はい。くそ、この俺がこんなセリフを言う日が来るとはな。覚えてやがろう、カニ野郎。悲しみの乙女、傷だらけの獅子、揺れる天秤。そうだ、まだ戦いはこれからだ。今回ばかりは力の差がありすぎて怒りも湧いてこねえぜ。レジスタンスの皆さんはどうしています？離脱したところを待ち構えていたサイデリアルの追撃を受け散り散りになっています。はは、連中が基地を放棄する際に施設を破壊していなかったのにはすぐに取り返す自信があったからだったんですね。はは、見ての通りだ。沈黙の巨海のリアクターシク、その力は我々の想像をはるかに上回るものだ。そして奴はサイデリアルの一員だ。もしかしたら奴だけじゃねえかもな。サイデリアルにはあんな化け物がさらにいるかもしれねえ。クラビアさん、私スピアの可能性ばかりに目がいって、それがどう使われるかはあまり考えていませんでした。でも今日初めて知りました、その力の恐ろしさを。その通りだ。だがその力を正しいものが使えば、あのような横島な力を打ち破ることもできる。ですが基地のデータベースへの侵入は結局うまくいきませんでした。こりゃ参った。あのゾンビガニを倒すためにはこちらもスフェアが必要になるだろうってのに。その情報が入手できていないとなると、ごめんなさいごめんなさい。気にするなクラビア、お前は全力でやったんだ。そうそう、別にスフェアがなくたってあの野郎を倒すことはできるって。だから頑張りましょう、クラビアさんも一緒に。はい。バカらしい。お前よ、せっかく盛り上がろうとしている時に水を差すんじゃねえよ。要するにそのスフィアってのを積んだ機体があればいいんだろ。簡単に言うなよ、今その当てがねえって話をしていただろうが。オリオン、あなた何か知ってるの？あの程度のプロテクトを破るぐらい造作もないよ。え？スフィア搭載機を解析している場所のデータは僕が引き出しておいた。何？それでどの機体のありかが分かったんだ？コード、ハマリエル。処女級の守護天使の名、つまり乙女座か。じゃあバルゴラなの？お、バルゴラ次か。というところで、まあ主君の機体は全然歯が立たなかったっすね。で次はバルゴラっぽいんですけど、これ改造が引き継がれるかどうかなんすよね、ポイントが。そこが分かんないんで、ちょっとあんまり鍛える気になれないっていう。20万か。まあまあですね。すぐ終わっちゃうんだろうけど。あとは、こんなもんか。というところで、では第8話、これで終了したいと思います。